ハロー。ニハオ。アニョン。サラマッパギ。こんにちは、トマトチューブです。今日は豆を食べていきたいと思います。節分ですからね。じゃあ豆を開封していきます。開かない。開いた。で、星の数だけ豆を食べるという風習があるんですが、じゃあ5歳なんで5個取ってみたいです。1、2、3、4、5、やったー。イエーイ。何歳でしたっけ。じゃあ、7歳にしまーす。いっぱいありました。7個です。ほんと？ほんと。半分でした。すごい。すごい。すごい。お兄さんは？じゃあ、3歳で。3歳ずるいな。やったぜ。はい、3つ成功。じゃあ、4歳にしとくね。4歳。3個だった。あ、もう1つでした。はい、4つです。いただきます。いただきます。甘めだわ。これでね、悪いものが現れるんですね。もう鬼なんですけどね。うん、甘めだね。7個あるか大変だ。今いろんな豆ありますね。これが入り大豆と節分豆とチョコ大豆。うん、チョコ大豆。あとピーナッツもやるとこありますね。あの、うん、落花生の殻付きのまま投げて、そしたら後で殻を剥けばちゃんと落ちても食べられるってことですね。はい。はい。